三浦さん、一生に一食系男子で生きるコツ。いいっすね、三浦さんみたいに行きたいっすね。今78、だから今6500くらいじゃないかな。はぁ、疲れた。サイズがほぼほぼ同じ。マルチカメラはできました。マルチカメラはできたんだけど、でかい。結構このぐらいかな。これは果たして使いやすいんだろうか。あ、ちょっと遅いね。あ、でもまあこっちここを見せて、見ないで音でやるってなると、マニュアルしちゃったらもう全然ですからね。ですよね、うん、まあこうやれば見れますけど。そうですね、この状態でやるとかだったらマニュアルでもいいんですけどね。ただ当然常に画面を見てるわけじゃないって考えちゃうと、まあ、マニュアルでやったら多分ちょっと厳しいですよね。あ、いえ、ああ、疲れた。分かったんですけど、昼間に1時間半でも 6500m に入ると、まあ、要は 6500m の登山をしたぐらい疲れるということが分かりました。てかもう本当に眠くなる。もう仕事どころじゃないのと頭がぼーっとするんで、うちのみんな、スタッフのみんなからも、ちょっとやばいですと。最近、ちょっとやばいんで、仕事はしないでください的な感じで言われてます。やばい。本当やばいです。ちょっと、何言ってるか分かんないようなことを言うらしいんで、仕事でも、ちょっと気をつけないといけないと思います。6500m。最近酸素濃度はしっかりと70をキープしてるんですけど、この頭のここが痛くてしょうがない。酸素はだから結構いってるはずなんですけどね。でね、なんかこう考えた時もパッと出てこないんですよね。ここら辺で詰まる、みたいな。でそれでイライラする感じがどうも出ちゃってるみたいなんですよね。6500m です。今度は8200に行きます。酸素の数を今調整してます。何本なのかな今度ね。初めての酸素。そう、今日のメガネはジャック・ドゥラン4-3ですね。これ要は買った木が寄付されるんですよね。その一部が、この売り上げの一部がなんで4-3ジャック・ドゥランです。いいメガネですねこれ。はい、ジャック・ドゥランです。うちで扱ってます。